ホリプロコムのお笑いゲーム実況。どうもザタッチです。木村拓哉、あ、拓哉です。加藤和也、あ、和也です。なんで加藤和也さんの、美空ひばりさんの息子さんね。亀梨和也か。あ、そうか、亀梨和也か。加藤和也さん、まさか加藤和也さんの方で行くとは。って誰かなと思って。行きましょうか。はい、はい、はい、というわけで今日はモンストでございます。はい、来ましたね。はい、モンスト今日はですね、助っ人来てますよ。はい、はい、こちらの2人です。どうぞ。どうも、こんにちは。トライライトの大島です。はい、はい。そして、はい、ホリプロコムの松山家、あ、キツネアワジでーす。お願いします。全然違います。全然松山健一風じゃないよ。ルール無視しすぎでしょ。すごい似てるって言われるんですけど。いやいやいや、なんか、なんだろう、怪しい中国人ウェイターみたいな。見せてくださいよ。服装がね、7% ぐらい入ってるね、松山さん。 7% っすか。そんな少ない。1割もいかない。よく言われるんですけどね。なんかちょっと入ってる気がする。そうだね、はい、入れさせてもらってます。うん、さあ、大島はね、超ヘルメットの大島は前回も来てくれて、はい、うん、そうですね。そう、めっちゃうまいから。そう、いやいや、そういや、やめてくださいよ。タイガー大島って言われて。桜井さんに似てますね。そうそうそう、髪型がね。タイガー桜井さんならぬタイガー大島っていう。タイガー大島でやらせてもらって、淡路もね、やってるの知ってるんですよ。そうなんですよ、うん、1年前ぐらいからずっとやらせてもらってて、一緒にやってたの覚えてます。覚えてる、覚えてる、やってる、やってる。最初手伝ってもらってたよ。そうなんですよ、ムラサメの素材とか僕のチケットで。後輩のチケットで、本当に本気せがましい。いや、本当、成長されて。すげえ上から。もうだいぶ成長したから。ね、うん、すごいよ、追い抜かれてて。ね、でもだいぶ上手い。そうね、2人ですから。そうですね、一応ね、あのホリプロコムのね、だからほら、M4 とかね、あるじゃん、はいはいはい、B4 とか、はいはい、C4 っていうのをね、作ろうと思って。C4 いいっすね、コムのね。あ、コムの C。 そう、あ、それだから今ほら、いっぱいね、ほら、カルマナインの小久保とかね、うまいやつね、うん、はい、マイペースとかいるから、はい、その中4人。おお、俺らも外れる可能性ある。だいぶでかい。本気ですね。後々これ作ろう。いや、いいですね、選抜して、ね、頑張りたいね。小久保とか超うまいからね。やばいね。さあ、はい、今回モンストでやるのは何でしょうか。はい、うまい4人ということで、はい、超絶いきましょう。来ましたね。一番楽しい。もうね、素晴らしいタイミングであの超絶爆絶祭りが来てますね。来てる、来てますね、はい、さあ今の時間来てるのは、じゃあゲーム画面いきましょうか。はい、はい、いきましょう。さあこちら、うん、あいつが来てますね。クエスト押しますよ。もうやらしいよね、ロビンフッドをさ頭にして。バレちゃいますよ、自慢みたいな。そう、何が来てるかバレちゃうし、バレちゃいます。さあ来ました、不動明王。あ、来た、不動明王よ。いやー、これはね、なかなか厄介ですよ、正直言って。大嫌い、大嫌い。本当ですか。うん、俺、まあまあまあ、最後だった不動明王を取ったの、超絶の中。そうなんですね、うん、全然勝てなくて、はいはい、どう、お二人は得意、不動明王。まあまあまあ、そうですね、まあまあ、得意なの。得意です、ね、なんか適性がどんどん増えてってきてる感じがあるんで。あ、そう、わかる。そうですね、私ほんといなかったんで。最初不動明王来た時って本当にいなかったっすね。はい、それが本当ロビンフッドとかいろいろどんどん増えてきたなってで、今行けば、はい、そうっすね、なるほど、はい、楽勝。あと、あの、スタッフさんに15分以内に勝てって言われてる。そうっすね、プレッシャー、時間との戦い。15分もいただけるんですか。心強いな、かっこいいな、もっと早く行く。行きましょうよ。はい、キャラどうしましょうか。あ、はい、キャラっすね、どうしますか、うん、あ、ちょっとこれね、やっぱメンバーバランスよくした方がいいから。そうね、だから僕はね、今ロビンフッドチラッと見えちゃいましたけども、はい、別のいるんですよ。え、最近ね、あのね、ゴージャス動画の生放送に出た時に、あ、はいはい、ガチャをやってね、偶然引いた、はい、これおアグナモータ X とかもいますし、適正だね、最適正ですね、最適正、ロビンフッドもいけるし、はい、あら、はい、あ、じゃあソロで行けるぐらいじゃないですか。本当だね。あ、じゃあ俺ソロ、じゃあ俺ソロで行くわ。いや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 、ダメだ。ウルトラマンいるし、これいけるし、これもいけるでしょ。いや、もうこれ最強っすよ。うん、はい、じゃあゲームスタート。いやいや、ダメっすよ、ダメっすよ。逆にね、俺ら入れない方がいいよ、これ。そんなことよ、みんなでやって。いや、そうっすね、モンストだから、はい、大島は何持ってる。僕、二大家内か。あ、二大家内、二大家内持ってる、ね、まあ、モンストブライトかって感じっすね。あ、なるほど、は
モンストブライトだったね最初。最初そうなんですよ。モンストブライトだった。アシュラかどっちか。そうで、ハクア持ってるとね、ハクア使えたりね。ハクア持ってる人は僕持ってないですね。あ、ほら、あら、持ってないの。うわ、持ってないですね。 C4 まだだね。いや、くそ。あら、そう、そこ基準っすか。俺持ってない。じゃあもう画面貼っちゃって、それでじゃあハクアで行く。風やじゃん。アグナムート X は僕持ってるんで、アグナックスで行こうかな。あ、なるほど。はい。ロビンフットは持ってるんで、どっちかで。どっちで行く。すげえな、持ってんな。じゃあ俺ロビンフットで行こうかな。じゃあ貼っちゃって。いいですか。僕アグナックスで行く。はい、失礼します。あれ、おお、あわちゃんだ。先に僕入ってよかったんですか。カズヤちゃん入ってる。まだ、カズヤ後のが456。じゃあ、456。あわわちゃんって何。あわわ、僕あわちゃんじゃなかったよね、今まで一緒にやってた時。そうなんですけど、やっぱタクヤちゃん、カズヤちゃんに憧れて。いや、ちょっとやらしいな。で、あわわちゃんにしてくれる。やらしいな、取り入ろうとして。じゃあ俺入るよ。食悪いな。食悪いな。なんでドラえもんなんだよ。いや、なんしてんすか。あ、ハクアは、ハクアじゃないですか。ちょっと待って、え、なんで運枠連れてくんの。本気じゃねえか。だってメンバーこんなによかったらさ。まあまあまあ、そういうことっすね。一人ぐらいいいでしょうよ。運枠連れてって大量ゲットを狙ってるってこと。そうそうそう。え、いい、いいですかね。いける。いや、いけると思います。いや、いけますよ。いいでしょう。いきましょう、いきましょう。じゃあ本当いいでしょ、一人ぐらい。じゃあこれで行こうか。はい、行きましょう。じゃあ、掛け声はですね、いよいよちょっとね、オリジナルにしました。オリジナル、いいじゃないですか。新しいのできたんですよ。はい、ストライクショット、ショットショット。あー、素晴らしい。素晴らしいですね。ショットショットショット。いいですか。はい、素晴らしい。じゃあ行きます。はい、ストライクショット、ショットショット、スタート。ぬるんだ。すごいね。言うんだ。ぬるぬるじゃないですか。これでいくんじゃないんだ。これやってるともう押せないから。じゃあいらないじゃん、これ。行きましょうか。よっしゃ。さあ、このメンバーは強いから。ゾンビループですよね、これね。そうですね。うわ、久々だな。ですね。だからとりあえずこのゾンビ以外をまず同時撃破する。ゾンビの同時、ゾンビ以外を倒したり、倒すって感じですかね。こっちやっちゃう？リュウやっちゃって。はい。でもみんなに当てる？いや、任せます。それもうね、ほら、素人だと思われるよ。分かった分かった。これいいね、これ。こういうことでしょ。はい。うんうんうん。よしよし。さあ、あとはもうこの2人の。はい。いや、ちょっとハードルがすごい。でもホーミング吸収倒させてもらいます。あ、なるほどね。はい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、やっちゃった。ちょっと、あらあら。おいおい、何緊張してんねん。バレた。あいつ外れた。マジですか。いや、挽回させてください。 C4 外れたな。まあでもまだ1手目で決まりますね。あー、はい、お前も C4 外れた。いや、まあ、一人緊張してんじゃねえよ。足の引っ張り合いがやばいな。まあ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 。ゾンビをだから同時撃破しなきゃいけない。そういうことですね。あ、いいんじゃない。そうするとどっちも、あ、いい。あ、すごい。そうそう、怪しいね。いいね。さすが C4。 俺 C4 か。いや、顔。じゃあ俺もこれいっちゃうもん。はい。いや、これはこれも同時にいくんじゃない。いけるいける。はいはい。わあ、いいっすね。ナイスナイスナイス。はい、ありがとうございます。はい、あとはこの2体を倒して、はいはい、これなんていうんだっけ、このこれ鉄箱、アグニみたいな。あ、そう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 、ね、そんな名前だな。アグニで、アグニじゃない、アグニか。そう、やっぱ結構さ、そのうまい、やっぱ実況の人って知ってるよね、これ。そうなんだ。名前ね。そうそう、あの名前ね、アグニでいい。アグニだと思いますけどね。あ、合ってました。合ってました。アグニ、はい、やばい。よっしゃ、イポリン。そういうのもね、イポリン。あ、そういうのもでかい。さあ、これ難しいとこよ。そうですね、これ真ん中のやつ倒したいですね、攻撃力だから。本当はね。なるほど、じゃあ、こういくよ。でも、横。じゃあ、こういくよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ倒す。あー、はい、C4。いいですね。完全 C4 発。どんどんミスしていきましょう。
そうっす。くさー、一回ずつミスしときたい。まだでも H4 があるからな。 H4 って、それまのホリプロの H4 そっちの方がでかいな。そっち入りたいな。これでザコ2体いったらかっこいいですね。うわ素晴らしい。ちょっとうまい。ありがとうございます。うまいなー。 A4 ってのは何すかそれ。 A4 って何。ねえ。準備しといてください。ない根拠があるボケしろよ。これで2体引かせてもらいます。これ2体頼むよ。2体頼むよ。あ、素晴らしい。いいですね。そういうことですね。はいはいはい、本当に楽になったね。いやー、うどん目を。本当にそうですね。運極2体いけたんじゃないもんね。つけましたな。いや、でもこっからよ、こっから。素晴らしい。この辺とか、俺、何回もやってもさ、いや、そうっすよね。ね、同時撃破できなくてさ、削られてくる、ね。うん、そう。ドラえもん強いですね。ドラえもんいいよ。意外と、まあ、1体貫通いた方が逆にいいかもしれないですね。あ、そうだね。なるほど。そうそう、そういうことだよ。嘘つけ。別に欲とかじゃないよ。欲。なるほど。なるほどね。これも真ん中じゃないですか。でかいとか。任せて。はい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 。わあ、いいっすね。すごい。もうプラズマ引っ張るとこんなに、それだけでいけんだね。うん、今、2台かないのは。2台かないの引っ張ったから。すごい恩着せがましいんだよね。僕のおかげで確認するんだよね。その誰の手の誰のみんなのプラズマだろ。みんなのプラズマ。でも逆にあんま減ってないから難しくなってきた。いやこれどうしようかな。まだザコ減らすか。縦だな、うん、ちょっと縦でいきます。ゾンビか。あー無難だね。え、アワちゃん2ライカナイ持ってないの。僕は勝ったんですけどまだ落ちてないですね。ああそう、はい、それも本当かな。いや、俺そう、言う人いいんだよ。そう、勝ったけど落ちなかったみたいな。そう、2回勝ったんですけどね。ああ、違う違う、落ちなきゃ勝ってないもん一緒だよ。そうそう、シリア。これじゃあもう、暴れちゃっていいか。いけんの。暴れてください。はい、いけますか。いけないかな、まだロビンフットと、みんなに当てればいけるかもしれない。そうですね、いいんじゃないですか。はい、さあ、どうだ。いけ、どうだ。いけたよ、どうだ。素晴らしい。素晴らしい。あー、すげーな、これすごい。全くくだらないで、うん、いいですね。これいいね、はい、本当に15分かかんないんじゃない。いい感じですね。うわ、そば2体か。もう3体、okay. すごい。意外とさ、この二雷家内のあの4箇所こう爆発するやつ効いてるね、はい、そうね、うん、あれが意外と強いもんね。これぎっしり敵がいるから OK。 はい、いただきました。素晴らしい、素晴らしい。さあ、ありがとうございます。ただ不動明いろいろ手順があるから。そうなんですよね。そう、本体とか分身とか。俺たち久しぶりだからあんまりちょっと分かってないかもしれない。それもあそこも入りたいな。これで入れたかっこいいですね。あ、アグニの上。うん、アグニか。あ、でもいいんじゃない。あ、オッケー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 。入りやすくなった。よしよしよし。これはこれもゾンビ同時じゃないとダメ。これは同時じゃないって言ったから、すぐ蘇生する。ここも多分同時だったと思う。同時だったと思う。なるほど。左に入りたいですね、不動明王の。二台かなり引っ張る感じですか。うん、了解。あ、取っちゃった、ごめん。あー、あー、でも、まあ、いいダメージ入ってきました。これはどうしようかな。そうですね、ちょっと難しくなってますね。全員入りにくいですね、うん、先、ゾンビやるか。うん、迷いますね、これ確かに。うん、まあ、それなんでいいんじゃないですか、ね。うん、はいはい、未来にちゃんと触れて、あ、あ、あら、あ、はい、次ゾンビやりやすくなったね。そんなつもりじゃなかった。そんなつもりだよ。そんなつもり。つもりでした。うん、そんなつもりだったよ。なんか、ただもうここまで減らしたらもうゾンビやってくれないと。これ頼むよ。困っちゃう。ここでも入れるんじゃないですか。で、ゾン、あの、ドラえもんの遊戯。で、あの、遊戯で。いや、当たるような気がするな、ゾンビに。いや、当たるんじゃない。うん。お、いった。おー、おー、まあ、微妙に。ゾンビ一体残っちゃいました。ああ、これどうしますか。これも入ります。もう、うん、倒しちゃおう。倒してください。もう倒しちゃった方がいいんだ、さっき。そうだね。来い。オッケー。あれ、素晴らしい。そっち行っちゃうか。謎のバウンド。いやいや、謎のバウンドでしたね。謎バウンド、謎バウンドね。謎バウンドでした今。あれかな、不動明王ドーンって横来るかな。ちょっとじゃ あ、レーザー怖い。縦でもう消しちゃおう。消える、消える、消える、消える。まあ、当たりました。おぉ、おっしゃ、あ、素晴らしい。はい、なるほど。あ、ドラえもんいいっすね。そう、ドラえもん強いですよ。強まさかドラえもんに助けられるはい、ドラえもんやっぱりそう。ほら、あの、リオの閉会式でも出てきたでしょ。ドラえもんで、やっぱりドラえもんとマリオね。マリオ、うん、
これはもう止まっ入っちゃうよね。これ右の分身ですね。先に右から行きたい、右から行きたいですね。これハマっちゃうんで、そうだ、それはそうだ、ダブルで行けたら嬉しい。そうだね、どうすんなら。おー、素晴らしい、いいですね、素晴らしい。右の分身からね、はい、はい、これでも、いやでもこれ行った方がいいのかな。あ、でもこれ行けたら行っちゃってもいい、行っちゃっていいですか。行っちゃいますか。これやっぱ C4 入りしたいんで、ここでちょっとアピールしとかないと。そうだね、これあえて縦目でいきます。うん、なるほど、マッチ入りやすいように。うわ、あー出てった。あ、うわうわうわ、あ、もう一回入りました。そういうんじゃない予定と違ったんだよ。これは確実にいきますよ。あ、いける。はい、これはね、C4、はいはいはい、あー、さすが、さすが、いいよ、決定 C4、はい、簡単だな。試験簡単っすね。素晴らしい。よし、じゃあこれはこういって、そうっすね、これみんなやっぱ安定してますね。この友情コンボ強いね、みんなの、ね、そうっすね、ロビーも入れるんですかね、この位置。入れるんだったら入ってよ。C4 入り試験ですか、これは。一回、まあ、そうだよ。一回右に当てて入ったらかっこいいですね。え、なんだよそれ。一回右に。わ、これでもこういうことね。はい。うわー、うわー、すげえ。うまいっす。うまい。今のうまい。それかっこ悪い。あ、もうボス？ボスだよ。あ、ボスですね。順調ですね。素晴らしいですね。順調順調。これはもうとりあえず、これもそうですね、雑魚を倒しながらの感じですかね。はい、はい、これはまあそうだね、できればみんなに当てて、そうですね、当てられたらね。オッケー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 、いいんじゃないの。いいじゃないですか、もらいも強いですね。これで徐々に今本当はロビンフッドにかすめる予定だった。当たんなく使ったけど、みんな多分そう思う。そうそう、あれ当たんないんだって思ったけど、割れました。あ、いいよいいよいいよ、めちゃくちゃ削れますね。めちゃくちゃいい。そうなってくるとプラズマすごドラえもんでうまいこと、ね、ロビンフッドとかに当てれば、ね、ちょっと届くかな。いけ、俺はねもうアリスとかね持ってるからね。あー、いけ、いった。おー、強い、素晴らしい。ごめん、でも2ライカナに当たんなかった。まあ、うわ、結構食らいますね。すげえな、レーザー。これもうでも勝てそうなら、うん、右下のワンちゃん倒して、うん、次のゲージで飛ばせるように準備するのもありかもしれないですね。ええ右下のワンちゃんあたりに止まればいいってこと。はい、あそこにカンカン挟まれば。あ、いや、そういうのすごいね。いな、できる。どういうこと。いや、もう無視してた。どういうこと。あ、違う違う違う、今ワンちゃんいた位置にいたら、あそこに行けばいいってこと。次のステージのためにね。なるほど。そう、でもワンちゃんっていう可愛さじゃないけど、そこっすか。そうすると次ワンパンワンパンとかあれできるってことね。そうです、そうです。いけいけ、ゲージ飛ばしやすい。なるほど。あー、攻撃力取れなかったですけど、まあまあまあ。次はそっか、右下に出てくるんだ。そうなんですよ。そっか、そっか、2つだもんね、2つ出てくる。はい、ちょうどこの弱点の位置に。なるほど、そういうことね。はい、そっか。でも、そっか。まあ、この辺でそうだね。わ、いいね、いいね、素晴らしい。しかもそこに入る。いいっすね。これは分身、分身倒しちゃダメなんだ。分身でもそうですね、5ターン1回回復させた方がいいっていう。そうですね、先になんで雑魚を蹴らして。そうですね、はい、雑魚から行きましょう。これで2人に当たり。あ、すごい。そう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 じゃないですか。そうそう、絶対嘘じゃないですか。うん、これはもうちょっと分身やった方がいい。もうちょっと 削れるなら飛ばしちゃうような気がするな。なんか行きそうっすね、うん、まあまあいい。大丈夫、入らないようにする。あ、なるほど。まず、まあ、いいダメージ。上手、うん、おーおーおー、この次ぐらいに回復する。この次ぐらいですね、だからこれなんか上入れそうだね。でもこの中ボスというか、うん、さっきそうだよね、こっち行っていいですか。うん、うん、頼むよ、うん、いい、素晴らしい。あ、いいね、いいですね。おー、わかりました。さあ、これで右下回復して、まだ下だ、まだなのか。これで飛ばしてもらえればね、次の。え、これいけるかな。これ下に入った方がいいんでしょ。弱点でもそうすると飛んじゃわない。飛んじゃっていいの。はい、飛んだら次のステージに進めると思うんで。なるほど、ほんと回復。あ、自分そっか、これリンクしてんだって。そうなんですよ、リンクしてるんで。なるほど、いけ、いけ、いけ。あ、あ、
あ、やっぱ異教だとダメだ。あ、でも、あ、でも逆に回復して、ああギリギリ、あ、よかったよかったよかった、これ一番いいパターンだ。その前に異教、異教だけちょっと、その何回も恥ずかしいんで、すいません、かっこ悪いんで、かっこ悪いんで、異教、オッケー、オッケー、あー素晴らしい、これ全員残ってるよ、 SS 残ってますね、うわもう楽勝じゃないですか、もう余裕だよ、ロビンフット最高の位置じゃないですか、ほんと、あ、もうこれもうワンパンで、おお、わーすごい、え、これでもザコ、これ中央分身のも倒していいの、これ、これ倒していいと思います、倒していいです、はい、もう行きましょう、いい、わもう、え、終わります、まさか、使っちゃっていい、終わったでしょ、終わった、どう、え、嘘でしょ、え、うわーかっこいい、やったー、すごい、強い、すごい、うまい、ちょっと余裕すぎる、これ、なにこれ、なんすかこれ、強くないこの4人、ね、ね、素晴らしいね、すごい、やー、こんな簡単に勝てるようになってんだ、え、おい、落ちないんかい。いや、まあまあまあ、ね、俺連れてってうまく連れてってね、でも、不動明王見事撃破、ありがとうございます、これ、C4 でいいんじゃないのこの4人、はい、いいか、そうですね、いけますね、黒板外して、はい、ちょっと外れていただいて、はい、そうですね、はい、ちょっといいね、もっといろいろやりたいね、これ、そうね、いけるね、もう早く終わりすぎてなんか消化不良だもん、そうそう、あんたの方いいのかな、これで終わっちゃっていいんですか、もうでもいいでしょう、いやいや、すごいっすね、いいしね、はい、ということで不動明王、はい、ね、見事撃破しました、はい、はいはい、以上、ホリプロコムのお笑いゲーム実況でした、やったー、いや、強いな、いい勝負でした、チャンネル登録してね、いいねボタンも押してね、風邪ひくなよ、ツイッターもフォローしてね、バイバイ。GM コイン